これすごい。痛い痛い。痛い痛い骨じゃない？すんごい。これが痛いまだ。痛い痛い、うん、この小指の爪もみは万病に効くみたいな、はい、指ってこんな痛くなるの。指はね、あのこの爪もみって言ってね、自律神経を整える。あ、痛い痛い絶望的な。あ、痛い痛いですね。あのやっぱり結構手使うじゃないですか、うん、スマホ見たりとかも。そう、うん、割と結構手ってまあ足と同じでリフレックスゾーンですしね。うん、あの体の疲れてる時は手もあの凝ってるとか、まあ確かに感じますね、うん、疲れてるなみたいな。なんかでも赤っぽいですしね、あのなんだろう、健康的な感じじゃなくて変に赤っぽいじゃないですか、今日手のひら。やば。なんか確かに。うん。だから多分あめっちゃ硬い。痛い痛い。すごい。痛い痛い。骨じゃない？いや違う違う。筋これ。痛い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 ですよ、ね。痛い痛い。めっちゃ硬い。骨じゃないですよ。位置的にどう考えても骨じゃない。まあこれ筋肉使いすぎなんで。うん、使ってないようでいて使ってるというか。まあ筋肉少ないからちょっとした大して重いもの持ってなくても結構すぐパンパンになったりとかしちゃうと思うんですよ。でさらにそういう使った疲れをほぐすってこともしてないから確かに。あ、痛い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 。でもあの変な風に痛めてるわけじゃないですから、だいたい安心してください。うん、そこもすごい痛い。うん。痛い痛い、こんな痛くなるもんなんだっていうの。うん。ですごい悪いですね。まあ、まあ全部がね部よくない状況ですから。全部だけど、まあ、腕めっちゃ腕痛いね。今日一番、あ、痛い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 硬いもん。そんな腕って差出るもんなんだ。ありますね。でも皆さん硬いんですけどね、まあ、皆さんやっぱりパソコンやったりとか、うん、まあ、普通にスマホとか、ね、何にしろ生きてる時に手って、ね、まあ基本使うんで。しかも今って細かい動きが多いじゃないですか、指先ばっかり。うん、そうですね、そう、単純な動作よりもそういう、まあ、機械の操作とかが多くなってるから。確かに。しかも同じような感じでずっとね、同じ指ばっかり使ったりとかしますからね。
あでもそういえば肌をね綺麗にするツボでもありますよ。肘のとことかしっとりさせて。ちょっと。はい。ちょっとちょっとちょっと。自律神経整えるとか。どうですか。ちょっと痛み減ったんじゃないですか。うん、さっき痛い痛い痛い、これが痛い、まだ、はい、あ、痛い、うん、急い、わざとやりました。油断させといて。でもこれで、ね、あの、まあ、反対もやりますけど、ね、多分鼻の通り良くなります。あ、さっきより確かに、うん、仰向けになってもらっていいですか。もう逃げの体勢に。いつでも逃げる、ね、落ちますよ。落ちて頭を打った方が痛くない。そうですね、伝わんないと思いますけどね。まあ、やったことない人はね。そうですよね、本当に痛い。いや、もうね、見えない見えない。もう突進してガラス窓を割って逃げた方が痛くないっていう。そんなに。もうそんな。ちゃんとドアあるから、せめてドアから逃げてください。確かに。血まみれで逃げる。だからもうすごい老廃物溜まってるんですよ。ああ、そうなんだ。うん。肌荒れってそれもありますよね。ある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 。内臓の汚さみたいな。まあ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 ね、そういうちゃんと代謝ができてないとかね、そういうことですよね。うん、すごいこれ、発火の。あ、そうなんですよね。メントール入ってます。あちゃあちゃ。痛い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 。全然力入れてないですけどね、スーッと流して。本当ですか。本当本当、全然とは言わないけど、こうこういうぐらい。まさか。ええ、そうです。まさか。それでこんな痛いってやばいです。まあしっかり流してますからね、あの力はそんな入れてないけど、逃がさないように流してるんで、あの上に行くほど痛いですよね。ごまかせないんですね。すごいこう、これが多いですね。もう くすぐった痛い、しかも、うん、このヒリヒリ。ヒリヒリもしちゃいます。いろんな、あ、なんかスンとする感じがね。はいはいはい。3ヶ月分のいろんな刺激みたいな、はい、いきなり来ましたからですかも。多分やってないので、何かと多分割と、まあ、成果もすごい細いじゃないですか、腕が、はい、筋力がやっぱりないから。確かに。うん、まあ、例えば、まあ、その人の半分しかないとなると、うん、半分の量でもう疲れるじゃないですか。うん、そうなんですよ。そうなんですよね。多分大したことやんなくても疲れちゃうし、買い物だけでやっぱ疲れちゃう。そうですよね。多分牛乳瓶っていうか、牛乳パック一つでも重たいなってなっちゃいますよね。ありますね。うん、だって結構本当に細いですもんね、腕がね。そうなんですよ。
い弱い弱い死んだようになってますね。じっと。いやこっち側の方が痛かった。そうですよね。うん、こっちの方がまあ、うん、流しやすかったです。どっちかというと。うん、はい。やった後だと、はい、すごい悲しいタオルが。もうツルツルですね。もうぐちゃぐちゃですね。ぐちゃぐちゃ。すみません。いえいえいえ。あまりにこの短時間内の勝負がすごかったから。ここにあったやつですね、多分ね。はい、あっ、どっちかというとこっちがまだくすぶったですかね。こっちもダメでした。左も右も。あ、確かにこっちの方が右の方がですよね。痛さが。そうですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。モーハさんは告知ありますか？いや、特にまだないんですけど、はい、インスタやってるので、はい、貼っときますね、リンクを。あ、そうですね。はい、リンクを、モーハさんのインスタのリンクを貼りますので、よろしければ概要欄からご覧ください。See you!